平日の朝、今日は仕事だ。お弁当にシーチキンおにぎりを2つ。昨日から1日2リットル水を飲むと決めた。21時退勤。祭りが開かれていた。たこ焼きを買った。帰宅して晩ご飯を食べる。作り置きしていた鶏胸肉のサラダと漬物。昨日今日と仕事は暇だった。完全歩合制で働いている。2日働いた報酬は約7,000円。平日は未だにコロナ禍前の反響は戻らない。収入は下がっているけど、体調やメンタルは10代、20代の頃よりいいです。これからもっと良くしていきます。寝る前に残りの水を飲みます。1日2リットルを飲み始めて2日目。すでに
いい効果を感じていた。聞いた場所も